みんなで一緒にモンハンライフのアートと言います。こんばんは。ついにモンスターハンターライズの体験版の配信が決定しました。今回の動画では体験版の情報をまとめてご紹介します。まずは配信期間から説明していきます。期間はこの動画を出している当日から2月1日の17時までで、ダウンロードも上記の期間となっています。終了時間は17時となっていますが、開始時間が現時点で不明です。体験版を先行プレイされている方々がおり、その体験動画が1月8日午前8時より順次公開されることとなっています。そのため予想となってしまいますが、同時刻の午前8時よりプレイができるのではないかと思います。またもう一つの可能性として、午前8時より1時間ごとに先行体験動画がアップされ、最後の一人が体験版の終了時間の17時となるため、その時間からできるのではないかという予想です。次にダウンロード方法です。ダウンロードするためには Nintendo アカウントとスイッチ本体の連携が必要になります。ライズのためにスイッチを購入したという方も多いと思いますので、概要の URL よりスイッチ動画第3弾で設定をしてみてください。連携後はスイッチのホーム画面より Nintendo eShop を選択、左上の検索を押しモンスターハンターと入力すれば体験版が出てくると思います。体験版の容量は約 1.6MB で、スイッチ本体かマイクロ SD に保存となります。続いてプレイ内容になります。プレイはシングル、ローカル通信のマルチ、インターネット通信のマルチとなります。インターネットのプレイでは Nintendo オンラインへの加入が必要で、年間2400円となっています。7日間のオンライン無料体験チケットもあるので、まだ加入したくない方はそちらも試してみてください。プレイできる内容はガルクやカケル虫の基本操作を覚える基礎訓練クエスト、大型モンスターを操ることができる僧侶訓練クエスト、初心者向けの抑え土討伐と上級者向けの玉三つね討伐、以上4つがプレイできます。ただし抑え土と玉三つね討伐は合計30回の回数制限があり、制限を迎えると上記4つのクエストがプレイできなくなります。これはオフライン状態でのプレイ回数のようで、オンラインの場合には配信期間内なら何回でもプレイできるようです。武器は14種類すべて使うことができます。ただしゲームを終了すると一部の設定を除きすべて初期化されるので注意が必要です。体験版のプレイ特典として製品版では上記のアイテムをもらえます。特に回復薬グレードと落とし穴は序盤ではかなり便利なので確実にゲットしておきたいところです。注意点として、体験版のデータを消してしまうと特典が入手できなくなります。以上が体験版の情報となります。スイッチをこれから購入という方は、設定からプレイするまでの方法を細かく説明した動画を用意してあります。概要の URL より確認していただき、スムーズに体験版をプレイできるようにしましょう。ご視聴ありがとうございました。もし参考になりましたら、評価、チャンネル登録、よろしくお願いします。